こんにちは、萩です。今回はですね、スタイルから新商品が登場しましたので紹介していきたいなというふうに思います。今私が着ているこの T シャツですね、今回は GMRC T シャツを作りました。まあ、GMRC 僕が運営しているランニングコミュニティの一つなんですけども、グッドモーニングランクラブとグッドモーニングランカルチャー、2つの意味を持つ、まあ、GMRC というコミュニティなんですけども、活動の目的としては週に一度早起きをして充実した一日を過ごしましょうということをね、まあ目的としたコミュニティなんですけども、今全世界に、まあ、20拠点ぐらいあって、いろんなところでね、こう開催しているんですけども、まあ、GMRC を始めたきっかけとしては、まあ朝ランのメリットっていっぱいあるよねっていうところがね、始めたきっかけになります。まあいつもより少しだけ早起きをして体を動かして体ね、目覚めさせることによって、まあ体にもたらす効果もそうですし、まあ充実した一日、まあ一日が長くなるわけじゃないですか、早起きすることによって。そういったことによってね、仕事にもね、こう取り組めるね、時間が増えたりするので、まあメリットっていっぱいあるなっていうことでね、始めたのと、まあこれをね、ランナーのスタンダードにね、したいなっていうところで、今ね、いろんな活動をね、広めているところになります。で、毎日早起きするのってやっぱすごい大変なんですよね。そうすると、長く続きしないんですけども、GMRC っていうのは各拠点、週に一度しか開催してないんです。週に一度だったら早起きって頑張れるじゃないですか。毎週決めた曜日に早起きをして、まあメンバーでちょっと集まってランニングして、まあそのまま仕事に行くというような感じなので、まあ、いつもより少しだけ早起きをして充実した一日をね、まあ、過ごすってコミュニティになります。で、今メンバーが、まあ、200人以上いるのかな、かなりのね、人数にこうなってきたんですけども、もともと、こう T シャツって作っていて、1年に1個作ってて、これ3代目なんです。で、もともとは、GMRC のコミュニティメンバーだけにこう配っていたんですけども、GMRC T シャツ欲しいよっていう意見が結構多かったのと、まあ、もともと一人では走っているんだけども、朝ラン派ですとか、一人で早朝から走ってるんです、その上は着たいですっていうのね、方が結構多かったので、まあ、そのね、要望にお応えして、今回ね、一般販売するということになりました。で、僕自身もね、そういった決定すごい嬉しくて、まあ、GMRC ってコミュニティではあるんですけども、まあ、基本的には全ランナーというか、朝ランする方には当てはまると思うし、まあ、週に1回早起きして走ってる人もいるし、毎日早起きしてる方もいるし、そういった方全員っていうのは、このグッドモーニングランクラブと、まあ、グッドモーニングランカルチャーっていうね、まあ、文化にね、合うかなと思うので、そういう形でね、まあ、ぜひ購入してほしいなということでね、まあ、今回ね、まあ、全国で一斉に販売ということになりました。で、 T シャツがこう2種類用意して、デザインは一緒なんですけども、これが白ですね、こういったデザインと、あとね、黒も用意してるんです。で、もともと僕ね、白がいいな、これメインでね、作ってたんですけども、出来上がったらね、黒が結構可愛い、こんな感じ。で、背面にね、ここに書いてあるんです。まあ、GMRC のね、まあ、言葉として、Have a nice day っていう言葉をよく言うんですけども、それをね、まあ、背中の下のところに入れてます。やっぱランナーって背中って結構大事じゃないですか。後ろからね、見られたりとか、後ろからね、写真を撮られることもね、結構多かったりするので、後ろに Have a nice day。で、前にはね、Good Morning Run Club と、Good Morning Run Culture っていうね、まあ、ロゴをこうつけております。こんな感じ。白だと、こういう感じですね。ぜひね、興味ある方。あ、サイズ感なんですけども、僕170センチ、今54キロぐらいで、これ L サイズを着ております。まあ男性だったら L とか XL ぐらいかな。まあ女性だったらね、S とか M でいけるかなというふうに思いますんでね。まあ興味ある方ね、ぜひ購入してほしいなというふうに思います。まあ GMRC にね、参加したことない方でも、朝ランをね、文化にしている方とか、朝ランにメリットを感じている方はね、ぜひこの T シャツに着てね、走ってくれると嬉しいなというふうに思いますんでね、ぜひね、よろしくお願いします。概要欄にね、リンクをつけておきますので、よろしくお願いいたします。